さあ寺尾選手なんですけどね、今ねなんかめちゃくちゃ乗ってますよ、勢いがあって、うん、こう彼は本当に予選カウントアップでも1000点を出すようなもうポテンシャルですよ。だから浅田誠吾にビビらなければそこそこ戦えるんじゃないですか。まあオリンピック見たく数年に一度って言えば分かりやすい、数年に一度っていうかもうこれ PDC が決めることなので、でっかいスポンサーがついた国にもうずっと渡すかもしれないですよ。2年は日本でやれましたけど、去年と今年は やれますけどっていうことですよね。さあそして試合の方は、いや寺尾浩一郎選手こんな感じじゃないですけどね、やっぱり浅田選手のプレッシャーですかね。こうなったら浅田選手やりたいようにやりますよね。さあ323から308残りまで持ってきます。422、さあ319から、うわこれは伸び盛りのイケイケとか言って損しました。308残り、18から20からいく、そして385から19に入れて64、395からトリプル捉えて335。ここで140-255まで、さあ264残り、さあ100取って164、140取って124、ナイスナイス上がり目、255残り、さあ100取って155、あーっとここは60絡まず上がり目出せず、164残り、さあ104から、うん、101から20いって81残り、最後ねブルいってほしかったですよね。さあそして上がり目出せず181残り、さあ19から、そして24残り、内に入れて12残り、6ダブル決まらず。124から、さあここですよね、浅田選手が世界に行くためにはもうここは3本で確実に決めていかないといけない、そうですね、こういうダーツです。
Second leg. Game on. まあいいキープはしますね。キープじゃ追いつけないみたいなね、出されてます。さあ140、さあ一気一気で浅田誠吾攻めてきます。止めるためには140が125点が必要かな。これじゃ追いつかない。さあ221残り。161からあー171取って50残りまで持ってくる。やっぱ浅田選手すごいっすね。やっぱりさすがっす。やっぱりさすが浅田誠吾。さあ50残りをインナーからで、25残りを9アチョイス、そして8ダブル。いや送り出しもね、力みがないし軽いですね。ダーツが浅田誠吾さすがです。これは浅田誠吾かな。送り出しが軽い。12ダーツですね。12ダーツ浅田誠吾、そして有原選手ですね。あと松田選手とかもねいるんでしょうし、面白くなってくると思いますよ。これからこれから面白くなってくると思いますよ。うわー、ここでバットラウンドですね。ビッグラウンドからのバットラウンド。これで50、これでは厳しいですね。先行でなおかつ点が取れてない。浅田誠吾のやりたいようにやっていく感じですね。さあそして18にスイッチして、79取ってきて、そして137残り。浅田誠吾7ですね。7に入って130残り、110残りをもう1本、90残りまで、325残り。
100取りましたが、浅田選手の90残りですね。これは90残り70から65。これは予想、予想通りちゃ予想通りなんですけど、でもここまであ、決まらず。さあワンチャンス来た。さあこれ決めれるのか。なんかちょっとやっぱ電波が悪いのかな、通信状態が悪いんだろうね。決まった、浅田選手が 3-0 で寺尾浩一郎選手を下してベスト30に進出です。Faster, move, move.